ゃってますね。でもそれくらい人気ってことだ。こちらにとんでもないテーブルの方々たちを発見しちゃいました。わー、 Facebook 内のレビューとか口コミでめっちゃ人気で知ったそうですよ。行列必至、ビクトリーモニュメント駅近く川沿いに並ぶクイッテやルアを調査して。こんにちは、こちらのエミー、こちらのクミコです。今日はですね、なんとこちらクミさんとこどこですか？ビクトリーモニュメント。ビクトリーモニュメントに何しに来たんだろう私たち。今まさにあの本業屋さんを紹介していきたいと思います。おお、ビクトリーモニュメントの川沿いにあるこいって屋さんを紹介していきたいと思います。この辺なかなか来ないから。来ない来ない、全然知らなくて、ちょっと本当にイメージも湧かないので、うん、早速行ってみましょう。ぷくぽチャンネル。これはまっすぐですか？これまっすぐ行ったところが、はい、ストリートみたいです。あ、なるほど。すごい、ちょっと屋台出てるし楽しい。なんかなんかさ、かなり並んじゃってますね。でもそれくらい人気ってことだ、うん、ちょっと何に並んでるのかを私たちもまずは聞いてみたいと思います。サディーハー、サディーハー。トニー、ロー、キューアライハー。ああ、キューキンクエティオルトーン。ああ、クエティオルワトーン、クエティオルワトーン。今こちらのクエティオルワに並んでいるそうですよ。おお、あ、もう出ましたか？いたすごい。ということで皆さんね、このこちらのこいっておやさんに並んでいるそうです。あ、意外と回転早いんじゃない？すごい、わすごい、めっちゃ混んでる、活気がすごいですよ。すごい、まだ10時結構ね、今まだ朝の10時なんですけど、もうお店パンパンです。かなり広いし、エアコン効いてるじゃないですか。もう朝とめっちゃ暑かった。すごい、こちらにとんでもないテーブルの方々たちを発見しちゃいました。わー、サニー、ハー、サニーハー、アニー、サニー、アライハー、サニーユニャ、こうやってオルアをいろんな種類を頼んでみたそうです。こんな食べ方ある？大富豪なの？すごすぎないですか？ロッチャーティーナバーガー、アロイマーク、とっても美味しい、いただきました。ランニーヌチャーティーナ、クイマーカー、ロッチャーティーナ。あの、昔ここら辺をドライブしてて見つけて、それでそこから通うようになったそうです。マーボイ、マーボイ。あ、なのでそこから美味しくってかなり通ってるそうですよ。すごいね、こんなに頼むことある？もうわんこそばですよ、本当に映えるね。ここのエリアはこういったお料理が有名です。あ、そうなんだ。ルアって船で売られてたヌードルのことを言うんですけど、結構ちっちゃいサイズのものがあって、それを何杯も食べるみたいな。なるほど、ワンコヌードル、ワンコヌードルなんだ。よっすでしょ。これで気づいちゃった。じゃじゃん、16バーツ。そうでしょ、16バーツってやばいよね。コーラ買うより安い。そう、あ、来ました。クエッテオルアの千杯太麺です。千レック中細麺。ほんとちっちゃい、かわいい、子供にね取り分けた感じね。子供のところが一番良くないですか？うん、私は太麺を選びました。じゃちょっと麺からいきましょう。このまま、いただきます。うん、おいしい。私は太麺なのでもっちもちなんですけど、かなりスープとちゃんと絡まって、このスープが辛いんだけど甘いっていう不思議な味する。まずさ、多分日本人の方最初びっくりすると思うんだよね、この茶色い毒々しい色のスープ。これってさ、血が入ってる？血入ってます。あの豚の血が入ってるって言われてるんだけど、全然そんな臭みとか一切なくて、もうすごく濃い、とっても美味しい。たったの16バーツですけど、具材がね、豚肉、これルークチン、すり身です、すり身ボール。具材意外と入ってるよ、16バーツで。センレックの細麺の方もいってみてください。いただきます。うん、
だしのやつは細いからずるっといけちゃう、うん、本当に全部私これ一口でいけると思う。あのやっぱり小ぶりなヌードルなので、うん、男の人だったら、うん、結構一口でいけるよね。ペロっていっちゃうかも。で次またおかわりしておかわりして、うん、いろんな麺を試すのがいいかもしれないですね。でこれ130杯の大食いチャレンジしてる方がいらっしゃるみたいで、これ130杯試したってどれくらいいけそう？私ね、私結構いけちゃうんだよ。多分これ10はいけるよ。結構食べる。結構食べる。ティニーマンポスキーピーラファン。シーシーピー。おー、オープンがもう40年以上やっているそうです。長いですね、歴史が。9時から夜の8時半までで月曜日以外営業しているそうです。ハーナライティバはเป็นแบบว่าเป็นแลนด์มาร์คของอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าลูกค้ามาหรือว่าคนต่างชาติมาอยากลองสัมผัสดูว่าขายได้ยังไงชามเล็กๆไหนไหมคนทำมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนไทยก็เยอะอยู่แล้วต่างชาติมามันก็ยิ่งแบบว่าค่ะขอบคุณค่ะじゃあ次はどちらに次は向こうに行ってもらいます。あ、向こうなんだ。でも繋がってるね。すぐ行けるじゃん。じゃあお願いします。お願いします。プリちゃんは行ったことある？すごいね、本当にここラーメン屋さんがたくさん。さっきのお店が近すぎる。近すぎてこちらたどり着きました。でかい。でかいです。すごい、ここのお店めっちゃ綺麗だし明るいし涼しい。ファミレスみたいな席。ちょっとこちらのお客さんにインタビューしてみたいと思います。サリーさん、こんにちは。あ、何今ごいめか何か昔来たことがあって訪れたらしいです。あ、何今ごい何今ごいめかあ、何今ごいめかあ、何今ごいめかあ、何今ごいめか。今に言ってたのが、Facebook 内のレビューとか口コミでめっちゃ人気で知ったそうですよ。おお、サンサンアライハ。サンセンレクナムトーマンガンチメンガン。二人ともクエッテオルワのセンレク細麺を頼んでます。ロッチャーやってやがいまーす。アロイハ。アロイハ。美味しそうです。私たちも初めてなので楽しみです。楽しみです。クエッティアも種類がいろいろありますね。4種類一応種類がありますね。ご飯系もありますね。あの大食いの方はこういったものも追加で頼んで大食いの方はこっち見てよ今。ちょっと悪やみたいな。じゃあクエッティアルはさっきと同じ1000円1000円メックで頼みましょう。このお店の何年くらいやってるかは10年以上もやってるんだ。なんだかんだ長いね。8時から9時まで。お、長い。8時9時、うんうん、すごい。休みの日はなしで。おお、休みなしで朝8時から9時まで。すごい頑張ってますね。すごい、うん、さあ、ヌードルがやってきました。え、やっぱりこのサイズ感、かわいい。値段も一緒でした。16バーズなのでサイズ感一緒です、うん、私は同じくこの1000やい太麺を頼みました。じゃあこのまま麺いただきます。うん、うん、おいしい。このもちもち麺もちょっとさっきより薄くなってて、麺がこっちの方がかなりスープと絡みますね。おいしい。具材がかなりしっかり入ってます。かなり大きな豚肉。いただきます。お肉もすごい大きくて、とっても弾力がある。食べ応えがあります。クエッテオルワのスープです。うん、あ、全然違う。違う、店舗目と全然違います。こっちの方が意外と辛さがなくて酸っぱい。え、クミコさんはセンレック、こちらね。うんうんうん、本当だ。なんか麺って私同じだと思ってたから、なんかね、同じ会社から全部出されてるかなみたいな。違う、これも違う。せっかくなのでお団子どうですか？お団子いきます。ルークチン。ルークチン豚のお団子。はい、いただきます。うん、さっきよりちょっと小ぶりな感じはするけど、うんうん、この豚肉の味かな、しっかりついてて美味しいです。ね、また全然違うんですよ、うん、1店舗目と全然違う。
こっちの方があっさりしていて、うん、でお肉は大きいけど、うん、このルークチンはこちらのお店の方が小さいかなっていう感じで、うん、味しっかりしてるかも、うんうん、もう同じメニュー、クエッテオルアーを頼んでるんだけど、やっぱお店によって違うね、うん、ね、こんな違うんだ、びっくり。いや、今日は川沿いのこのクエッテオストリート、なかなか面白かったですね。面白かった。クミちゃん的にはどっちが良かったですか？私は2軒目。あ、2軒目の方かな、うん、どうでした？2軒目の方は全体的にあっさりしてて、もう何杯でもいけるって思ったから。で、私はなんだけど、1軒目の方が好みだったかなと思って、ちょっとピリ辛で濃厚、スープがかなり濃いめだったので、私はそっちの方が好きかなと思いました。皆さんぜひこの辺で食べ歩きしてみてください。川沿いにはたくさんのクイッテオ屋さんがあるので、ぜひ食べ歩きしてみてください。この辺りは10時頃から混み合い始めるので、お昼時に行く場合は覚悟して行ってくださいね。グッドボタンと